はい、どうも、皆さん、こんにちは。新田です。新田のダストスクールやってまいりました。いやー、ということでさあ、やってまいりました。今回ですね、XG テープのシャープの3の B ということで、やっぱり B なんですね。B 面なんですね。ということで、見ていきましょう。収録ボタンは4ということで、今回ですね、Nothing、こちら、ジュリンちゃん、ココナちゃんでございます。音量チェックいってみましょう。レッツラー、グッズ。やばいじゃないっすか、ちょっと。いけけけー、いけけけ、いけすぎ。まず選曲めちゃくちゃ渋いですよね。ナッシンって、なんだ、お名前、のれさんですよね。てか、ここに、最初に、ここ、これノレって書いてあるじゃないですか。ナッシンノレっていう、お名前なんだっけ、前ちょっとメモしたんですよね。ノリエガさんだ。ノリエガさんっていう、もうヒップホップシーンの中でも超レジェンド級のラッパーさんがいらっしゃるんですが、その方の曲なんですよね、ナッシンっていう曲は。で、その方のお名前と曲のタイトルがまず最初に MV のこの何、始まりに来るっていうところでもうリスペクトなわけですよね、曲の。で最近だと TikTok 多分ね、皆さん一回聞いたことあると思うんですよ。原曲のナッシンか、もしくはアルマーニーホワイトさんの記憶、今衝撃とともに今一気に引き出しをガシガシやってるとか、アルマーニーホワイトさんのビリー・アイリッシュっていう曲があるんですよ。あのビリー・アイリッシュさんのことを歌ってる曲で、ビリー・アイリッシュさんからも OK が出てる曲らしいんですよね。で、そのビリー・アイリッシュっていう曲も同じような感じ、待って、こっち、こっち多分聞いたことあると思うんですよ。
Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain. Diamond. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain. Diamond. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain. Diamond. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain. Diamond. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain. Diamond. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain. Diamond. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain. Diamond. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain. Diamond. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain. Diamond. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain. Diamond. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I put it on my chain.自分のルーツになってる曲をそのサンプリングして、アルマーニーホワイトさんはビリー・アイリッシュという曲を作られてるんですよねっていう、まあその最近流行った曲なんですよ、このビリー・アイリッシュという曲がっていうところの大元にあるナッシンっていうところに今度この XG ちゃんたちがアクセスしてるっていう、これ結構やばいなって思ってて、いやすごいですよね。ヒップホップっていうそのカルチャーを、カルチャーってやっぱりそのサンプリングっていうカルチャーがあって、サンプリングっていうのはまさにその自分の好きな曲のそのイントロの部分だったりとかメロディーの部分とかそのビートをそのもう一回自分たちの曲にアレンジしていくっていう、もちろんそこにはパクリではなくリスペクトっていうのがあるんですよね。でその自分にとってのやっぱり大事な曲なんだよねっていう思いとともにつないでいくのはこのヒップホップっていうカルチャーだと思うんですけども、だからナッシンっていう曲ももしかしたらそのジュリンちゃん、ココナちゃんにとっての何か大事な部分なのかなみたいな。だから昨日見たトゥーテンズのハービーちゃん、マーティンちゃんのやつもそうですけども、やっぱりそのなんでしょう、サンプリングしてる曲だったりとか、その大元になってる曲が、やっぱり結構なヒップホップじゃないですか。こうやって見ても、素人の僕が見ても、そうなんだっていう風に思っちゃうぐらいの、やっぱりその、なんでしょう、情報というか、その、なんていうんですか、深さというか、なので、めちゃくちゃやばいなって思ってます、本当に。いや、だからすごいですね。バイク、車、どっちがどっちなんでしょうねっていう。おそらくジュリンちゃんがバイクで、ココちゃんが車なのかなみたいな。でも全身これビトンでしょ、そうよね。なんか、私服で着ててもおかしくないですよね、お二人ね。いやー、やっぱジュリンちゃんといえばサングラスよね。あの、前の稽古の時もお一人がっつりサングラスもう残ってましたけども。いや、かっこいいわ。やっぱこの歌い方。で、このバイブス高めなココちゃん。Homeboy のこの低さ。God's favorite like no lay。だからここで no lay っていう風に、ノリエガさんのお名前が入ってるわけですね。であのノリエガさんの方の本家さんのナッシンのもう十数年前のミュージックビデオとか見ると、確かにコンテナのシーンがあるんですよ。あのコンテナが積んであるところでこういうところで歌ってらっしゃるやつがあるんで、おそらくそういうシーンももしかしたらオマージュしてるのかなとか、ここら辺Still young in the bars, nothing under 16. ああ、若すぎて、16歳以下だったので、バーとかには行けなかった的なことなのかな。このあたりとか、英語とハングルを混ぜてるってことですもんね、韓国語とね。ララ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 ラ、もうこのエッジの効いたジュリン姉さんからのこのフローな感じのココちゃんへの入り方とか、みなにすりゃパニック、カイにカイって読んでんのか、これをカイにすりゃパニック、 I make itTook easy. 買いにすりゃパニック。だから、もうココちゃんがスッってできちゃうこと、我々からしたら、どうしてってなるっていう、そりゃパニックっていう。くぅ、かっこいい。いや、もう衣装といい、なんといい、全部がもうかっこいい、本当に。ふぅ、いや、うちらやばいんやでっていう歌ですよね、だからね。
taken the L. Still haven't taken an L. So what you gonna do?L ってよく言われるのが、そのルーザーズの L って言うじゃないですから、言うじゃないですか。だから、still haven't taken a L っていうことは、負けなしやでっていうことですかね。ちょっと、ごめんなさい。カルチャーとかあんまりその英語が、できる方じゃないんでわかんないんですけど、そういうことみたいな。マイクとマンネがかかってるとかってこと。最高なのだが本当にすごいですね。皆さんの感想お待ちしておりますということで、ちょっと感想聞かせてください。コメント欄でいただきたいです。ちょっと聞いちゃいましょう何回も。ということで現場から以上でございます。これはまた拡散でございますね。ということでありがとうございました。よいしょ、せい。